編集主任、実は先ほどいい方法を見つけたんだ。みんなが直面しているこの苦境から抜け出せるかもしれない。リーユエと稲妻では印象が広く使われていて、一般的にサインと同等のものとして扱われる。この考えを応用すればサインをより簡単にすることができるはずだ。もちろん印象だけでは不十分だ。だから二つの要素でサインを構成するのはどうだい？まずは個人の印象。これは陳玉先生のサインを模型にして作る。同時に僕が陳玉先生に美しくかつ書きやすいものをデザインする。先生はそれぞれの小説にそのデザインを書くだけでいい。そうですね。ええ、この方法なら問題ないでしょう。作者の直筆も入っていますし、見た目も間違いなく良いものになりそうです。本当か？つまり僕は助かったのか？主任、思ったんですが、以前現場でのサイン販売を諦めたのって作家先生のサインに時間がかかってしまうことを考慮したからですよね。ですがこの形でのサインなら現場でサイン販売ができるんじゃないでしょうか。それに全ての作家先生がこの形を採用すれば陳玉先生のサインだけが浮いてしまうという事態も防げるはずです。ああ、君たちさえ良ければ僕も喜んで他の作家先生にサインをデザインしよう。印象の彫刻は拙者に任せるでござる。それでは今から新刊即売会に出席される他の2名の作家先生に連絡してまいります。白亜先生にサインを作っていただけるなんて光栄です。俺の失明は複雑だからサイン販売には向かなかったんだ。これでやっと夢が叶う。よかった、みんなこの案に賛同してくれたみたいだな。何日にもわたって陳玉先生にはご苦労をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。どうぞごゆっくりお休みになってください。後のことは我々にお任せを。すでにサインの終わった小説については今後八重堂のイベントで特別特典として使わせていただきますね。これでやっと解決ですね。みんなのおかげで僕も小野寺さんも苦境から抜け出すことができたよ。やっと自由になれたな。外に行って新鮮な空気でも吸ってこいよ。